笑顔になる街パーよりそう買い物するなら安藤商店街においでよ私たちが頑張ってHey, hey, 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 h
号は愛ちゃん。はい、愛情愛想愛嬌愛のサンコンボ。ありがとうございます。皆さんに愛を届けます。緑色艦隊です。よろしくお願いします。ということで今日がね、秋のキーボーイって最終回なんだよね。久しぶりだね。だってさ、先月も先々月もさ、ね、この3人だったからさ、うちら初めての秋のキーボーイちゃんだよね、今年ね。あら、みんな学校学校、ね、秋のキーボーイちゃん、アマチュアの方たちでございますね。プロでございますからね。プロ、あちいな。もうスペシャルなキーボイチだよね。そうだね。今日はなんかだってともちゃんラストのキーボイチですからね。そうだからさ、今からねともちゃんが選んだセレクトということで、ともちゃん曲にお願いします。なんかね、それの、らしいね。そう
でこの曲を選んだ理由は、まあなんか今めっちゃ流行ってるじゃない、めっちゃ流行ってるじゃん。だからなんかやったらまあみんなも踊れると思うし、聞いたことあるから楽しいなと思ってね、あのちっちゃい子とかめっちゃ踊ってくれてたから、ありがとうね。それだ、向こうのところです。はい、で次の曲かな。はい、すいません、ボルボルで。なんでやんの？そうだった。次の曲は恋するフォーチュンクッキーなんですけど、覚えてるかなみんな、一昨年の周年の時のユニットで、ともるいちゃん、あんずちゃんでやったんですよ。まあ、今回愛ちゃんなんだけど。で、なんか、その時にすごい楽しかったなっていう記憶があったんで、もう一回やりたいなっていうことです。はい、思い出をね、蘇らせるっていうことです。頑張ろう。それでは聴いてください、恋するフォーチュンクッキCome on, come on.
が憎らしい、こんなにも世界が憎らしい、こんなにも世界が憎らしいよ。
応ね、一応ね、友達卒業だから、まあ、みんな一応集まってくれて、一応黄色い服着てもらって、一応みんなもっとみんなに声一応一応言い過ぎだから、いやなんかさ、これからもずっといるような気がするから、そうそうそう、そう、はい、そう、大丈夫、心につながってるよ、よろしいの、どこだよ、ずっとどこだよ、ずっともベストフレンド、ベストフレンド、ごめんね、ご挨拶しなきゃいけないよね、そう、ご挨拶、はい、まあ、先に言っとくけど、私は文章能力がないし、あの親身に系すっごい苦手だから、ちょっと喋れるか分かんないんですけど、頑張ります。じゃあまず、なんでそんな一歩下がるの、るいちゃん、やめてよ真ん中で、真ん中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 、あ、すいません、ごめんなさい、恥ずかしい真ん中恥ずかしいんだけど、何年やってるんですかはい、言います。まず最初に3年間ぐらい、3年間ぐらいですね、本当にお世話になりました。ありがとうございます。なんか自分、まあ、多分ほとんどの人知ってるんですけど、もうマジで自分に自信ないんですよ。でもアイドルは、ね、一生に一度やっときたいかなって感じで、オーディション受けてみんなとできて本当に嬉しかったなって思います。すごい人見知りだし、なんだろう、こんなね、このメンバーたちの子みたいにキャピキャピしてないし、うんあれ、この辺みたいな、このね、友以外に全員みたいにキャピキャピしてなくて、マジでアイドル感ないんですよ、多分、ね、割と塩対応だし、なんかそれだけ、それでもいろんな人が物販とかライブ来てくれて、チェキ取ってくれて、おしゃべりしてくれて、でライブの時もいっぱい盛り上げてくれて、本当になんか、なんて言うんでしょうか、感謝しかないです。多分な、友の周りのお友達は多分こういう経験してる子って多分少ないと思うんですよ。で、高校生活ほぼ全部看板娘と一緒にやってきて、で、なんか七夕とか友達と行けなかったりして、すごい嫌だなって思った時もあったんですけど、まあね、レアですよね、こんな経験。そうですね。レアだから、うん。レアだし、すっごい多分他の友達とかみたいにワイワイして七夕回ってるよりも楽しいと思うんですよ、私は。友達少ないからあれなんだけど。楽しい。ちょっと寂しいんだけど。でも本当になんかみんな他の同学年の子とか同じ学校の子とかとは違う、その経験とか楽しみ方とかすごいいろいろできてよかったなと思います。本当に3年間応援してくれて、ついてきてくれてありがとうございました。まあ、私はなんでちょっとオタクなんで、オタクなんで多分会えますよ皆さん。オタクなんで私は本当に、あれ、お前そこおりやみたいな、あれみたいな感じになると思います。はい、はい、終わり終わった。ありがとうございます。やっと、ともちゃん、ともちゃんもね、卒業寂しいけどね、もう時間あとちょっとだけど、ともちゃん選んだ曲をお願いします。はいはい、わかりました。じゃあ準備していきましょう。はいどうしたどうも、みんなのことがとっても大好きです。I'm not a good
き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それはともちゃんに出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、ともちゃんのことが大好き、絶対結婚しような。どうしようかな。しようたいよ。Thank you.
ですか。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。あ、こちらです、私は。ともちゃん、真ん中でもいいんだよ。ありがとうございます。主役だから。すみません。聞いていただいた曲は、看板娘で大好きとハッピータイム、看板娘バージョンでした。イエーイ。そうですね。そうですね。もうちょっとね、すべてが抜けてるな。本当に3年間ありがとうございました。この後まだトムパンあるので遊びに来てください。お願いします。はい、はいはい、それでは今日はありがとうございました。以上、私たち安城商店街アイドル看板娘でした。2階で行いますので、ぜひ遊びに行ってください。はい、